北国新聞ニュースをお伝えします。北国新聞ニュースをお伝えします。石川県が設置を打ち出した文化観光と食文化の推進本部が石川モデルとして全国に広がることになりました。文化観光と食文化の推進本部は。 文化庁が国レベルで2025年の大阪・関西万博に向けて組織を立ち上げています。一方、県レベルの設置をめぐっては、岡田直樹地方創生大臣が今月8日、北国新聞社の富田秀和会長と会い、石川県に設けてはどうかと、県観光連盟会長を務める富田会長に協力を要請し、それを受けて、長谷博史県知事が、 今月十四日に設置を表明しました。こうした中、文化庁はおととい、全国の地方自治体に対して、文化観光や食文化の振興に向けて、部局横断で取り組む体制づくりなどを呼びかける通知を出しました。文化庁は、京都への移転をきっかけに、食文化の継承や国の内外への PR、 文化施設を核とした観光振興に力を入れていることから、石川モデルの全国展開を打ち出した形になります。岡田地方創生担当大臣は、石川県を牽引役として全国の自治体がそれぞれ創意工夫することで、地方創生の柱となるような成果が上がることを期待したいと話しています。 日本銀行金沢支店は、北陸三県の景気の現状について。持ち直しているという判断を据え置きました。日銀金沢支店の吉浜久義支店長は。昨日開かれた日銀の支店長会議で。今月の地域経済報告を報告しました。報告では、北陸三県の個人消費について。 観光需要の回復を踏まえ、持ち直しているから着実に持ち直していると認四半期連続で情報修正しました。個人消費をめぐっては、百貨店から外出機会の増加で衣類や化粧品で積極的な支出が見られる反面、生活必需品には無駄な支出をせず二極化が進んでいるという見方も出ています。 一方、生産や住宅投資はそれぞれ下方修正しました。このうち、生産については電子部品やデバイス、生産用機械などで苦戦している状況が伺えるほか、住宅投資は資材価格の高騰に伴う値上げで、受注・着工数とも去年を下回っています。日本銀行金沢支店はこうした点を踏まえ、 北陸三県の景気の総括判断を前回の1月に続き、持ち直しているという判断を据え置きました。小中学生向けの問題集、北国新聞学くんが、昨日、七尾市内の寺院で認知症などを防ぐ催しに使われました。北国新聞学くんには、記事を活用した問題などが収録されていますが、 長官一面のコラム、自称の書き写しコーナーなどもあり、高齢者向けにも使えます。七尾市西三界町にある曹洞州徳雲寺の僧侶、松本光善さんは、北国新聞相馬販売所の中村典夫所長の紹介で、学ぶ君を知りました。そして小中学生向けの問題集ながら お年寄りにも手軽に取り組んでもらえるのではないかと考え認知症や生活習慣病の予防を狙いに月2回特運寺で開かれている講座で学ぶ訓を使うことにしました昨日の講座には70代から90代の住民7人が参加し事象を丁寧に書き写したほか詩の朗読なども行いました松本さんは これからも学ぶ群を活用し、地域の人たちが健やかに暮らせるようにしていきたいと話していました。祭りにキリコが繰り出すアナミズマ出身の男性がミニチュアのキリコを飾りやすいよう初めて二十分の一サイズで作りました。 穴水町出身で、現在金沢市西金沢2丁目に住む小杉春夫さん、76歳は、40年ほど前からミニチュアの切り子を作り始め、これまでに100基以上を知り合いや介護施設に送ってきました。小杉さんが手がけたものは、ミニ切り子とはいえ、10分の1サイズのため、高さが70センチほどにもなり、 小ぶりなものを望む声が出ていましたそこで一回り小さい20分の1サイズに初めて挑戦しこのほど23機のミニ切り粉が完成しました材料は木材を中心にストローなど身近なものですが明かりの灯るものもあります飾りやすいミニチュアとはいえ砲塔の文字を浮かび上がらせたり 本物の切リコと同じように組み立て式にしたりと、小杉さんのこだわりや祭りの迫力が伝わってきます。小杉さんは、切リコ祭りが大好きなので、これからも作り続けたいと笑顔を見せていました。それではここで一旦お知らせです。金沢ケーブル加入相談会のご案内です。四ツ杉さんこんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。 さて今週はどちらの会場で開催されますか今週は二つの会場で開催され二十二日は野の市市神林のイオン野の市南店二十三日はつばた町のつばた町文化会館シグナスになります野の市市とつばた町にお住まいのお客様はケーブル光がご利用いただけます月額利用料実質四千五十円となっていますので インターネットの料金を見直したいという方にもぴったりですねさらに小中学校の奥様がいるご家庭の方はオンライン学習応援割引または金沢スマホのご契約でスマホセット割引が適用されケーブル光が実質3060円になるんです会場では無料で通信料金の見積もりを行っていますのでぜひ 現在の料金と比べてみてください見積もりをしてもらって具体的な料金を知れるっていうのはいいですよねテレビの前の皆さんも一度会場で見積もりをなさってみてはいかがでしょうかぜひ2ギガのケーブル光をご検討くださいしかも最短4日で工事も可能ですまた先ほどのセット割引でご案内した金沢スマホもおすすめですスマホの月額料金が 一年間220円割引できる一年割キャンペーンが人気ですよ四井さん相談会の詳しい内容を教えてくださいはい22日土曜日はイオン野の,の市南店23日日曜日はつばた町のつばた町文化会館シグナスにて皆様のご来場をお待ちしておりますではニュースを続けます 来月開かれる G7 の教育大臣会合を記念し、参加する7カ国の菓子や料理が金沢未来の町創造館のカフェで提供されています。この取り組みは、金沢未来の町創造館で、食文化の発展に向けた研究などを行っている金沢食芸研究所が企画しました。このうち、研究所のパティシエが考えた G7 プレートには、 一口サイズのイタリアのオレンジジェラートやフランスのマカロンなどがのり日本人好みの味付けになっていますこのプレートは想像感の中の野町カフェで提供され G7 の教育大臣会合にちなみフランスのクロックムッシュやアメリカのチリコンカン、イギリスのローストビーフなどの料理も楽しめます G7 のお菓子や料理は来月31日まで提供されこのうち料理は来月12日からイタリア、カナダ、ドイツに変わります金沢食芸研究所の関口祐樹さんは食を通じて G7 に興味を持ってほしいと話していました野見市の保育園児が 地元特産のかが丸いもを畑に植え、収穫を楽しみにしています。昨日の植え付けには、のみ市の福岡保育園の年長児20人が参加しました。園児たちは中野小町の畑を訪れ、重さが60グラムから70グラム、大きさは野球ボールほどあるかが丸いもの種芋を 一つずつ丁寧に植えました収穫は10月末の予定で子どもたちは大きくなれと成長を願っていました植え付けに合わせて飲み市の職員が SDGs について説明し園児たちは食べ物を残さずに食べ好き嫌いはしませんと声を揃えて誓いました ボタンの花が金沢市内の寺院で見ごろを迎え、訪れる人の目を楽しませています。小田津の5丁目にある浄土宗の如来寺には、およそ100株のボタンが植えられています。今年は暖かい日が続いたため、例年より10日ほど早く咲き始め、赤やピンクの大ぶりな花が鮮やかに咲き誇っています。 前の住職、吉田翔生さん、86歳によりますと、開花は全体の7割ほどまで進み、今週末には満開を迎える見込みで、満開になると何とも言えない良い香りが本堂まで漂ってくると話していました。ボタンは花が開ききると3日ほどで散ってしまうため、吉田さんは早めの鑑賞を進めています。